やあ、よく来てくれたね。このミッションではレジェンド、あ、行こう。これがレジェンドクリア条件だ。よーく確認しておいてくれ。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦争開始。手に入れることができるぞ。スーパードラゴンボールを持っていると戦いを有利に進められるぞ。仲間のアプリを発動しない。バトルアプリのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。ラウンドは敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。アバリバー赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで敵に攻撃だ。しまった。敵の戦闘力やこちらを上回っている。敵が先行だ。仲間のアビリティ発動。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル1だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。ガード成功。スーパードラゴンボールを守ったぞ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。ガード成功。ボタンを押せ。そこ。ボタンを押せ。落ちろ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。カードを動かして発動させた。これで
しよう。危ない。次のラウンドではアタックエリアの敵にゴッドメテオ効果を与えるぞ。仲間のアタックエリアはどうですよ。敵のアビリティはどうだ。ラウンド2、仲間のアビリティは反動だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。つけてやる。アタッカーを決めるが、赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで威力を発揮だ。よし、作戦決定。発動チャンス。
てくれ。バトルアプリセット完了。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。そんなもんじゃねえぞ。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで視力を回避だ。よし、発展決定。なんだと？今回のスコアだ。君はまだまだ上を目指せるはずだ。バトルアプリ発見。おや、もっと強くなれる。あ、バトルアプリのチームボーナス効果。運がスーパービッグボン。いや、よく来てくれたね。ビービーチ、悟空さんがついに就職したぞ。このエイジから暗黒力の滝、このエイジから暗黒ドラゴン、このエイジでは暗黒力の大会、このエイジからこのエイジでは、このエイジから君たちの地球に、このエイジではこのエイジか、このエイジではまあ、このエイジからこのエイジではこのエイジから破壊神シャンパ様と第六宇宙の戦士たち、二人の破壊神の喧嘩に巻き込まれて第六宇宙の戦士たちと強敵揃いだが、彼らに勝利しこの喧嘩を収めよう。このミッションにするんだ。さあ行こう。戦うキャラクターは俺は第七のチームだ。このチームの中のチームだ。これは強いな。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると戦争開始。敵が現れた。準備はいいか。威風堂々と勝負。バトルアプリのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。ラウンド1アタックエリアでは仲間のアビリティファルダだ。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで視力を回復だ。よし、発展決定。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。
チームの攻撃だ。おお、ボタンを押せ。君の勝ちだ。スターの成功。ラウンド2、サポートエリア、仲間のアビリティを発動だ。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで威力を回復だ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。そのカードを、そのカード、そのカード、そのカード、これだ。ゴッドカメハメハ成功。なんてパワーなんだ。これがスーパーサイヤ人ゴッドを超えたパワーだ。これが今回のスコアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。アイテムゲットだ。バトルアプリ、もうこのラウンドのバトルアプリがいっけみてえだ。このラウンドのバトルアプリを飛ぶしかねえみてえだな。出るバトルアプリを選んでくれ。そのバトル、出たバトルアプリ、バトルアプリの力、バトルアプリを捨てたもん。やあ、よく来てくれたね。ゲットだ。